はい、こんにちは、空波です。今日はですね、ベンダーさんから、商品をね、また送っていただきましたので、そちらの商品の、レビュー動画をね、お送りしたいと思います。はい、今回ですね、ケミモトさんから、いただきました商品ですね。まずこちらの、グローブ、はい、いわゆるその半紙というかフィンガーカットグローブというものになります。はい、そしてそれからですね、同じくケミモトさんから、いただきました、こちらの、偏光サングラス、はい、こちらのですね、ご紹介をさせていただこうかなというふうに思います。はい、でね、ちょっと見慣れないようなね、公園からスタートしてるんですけども、ご察しの方いらっしゃるかもしれないですけど、今日はね、バイクではありません。はい、自転車で、やらせていただこうかなと思います。なんでね、自転車でやらせていただくかに関してはね、自転車で走りながら、お話をしていきたいなと思うんですけども、普段ですね、空波が今、自転車の乗るときとかに使ってますのは、こういった一般のね、普通のサングラスと、それから、革のね、こうフィンガーカットグローブに関しては、フィンガーカットグローブに限らず、革のこういうグローブに関しては空波の場合バイクでもですね、このリバーロードさん、この何度か紹介させていただいたことがありますが、このリバーロードさんっていうね、メーカーさんのグローブを愛用してます。はい、なんですかね、非常にね、こう比較的丈夫な、革の割には非常に柔らかいんですよね、どのグローブも。で、革のグローブって結構フィットしたものを使うと、初めは結構硬くて使いにくいっていう印象があって、あまりね、敬遠してたんですけど、このリバーロードさんのね、グローブに出会ってからはですね、結構使うようになりました。はい、で、それとですね、今回送っていただきました、このケミモトさんのグローブは、ちょっと詳しくご説明しますと、ここに、カーボンですかね、の、なんですかね、こう、ガードがついてます。はい。ブランド名はロックバイカーさんになってますね。これ前も、冬用のグローブいただいたことがありますけれども、で、内側めくりますと、この部分ですね、あとこの部分に補強がされています。はい、そういったグローブですね。で、偏光サングラスに、関しましては、通常のこう偏光レンズが、ついてるんですけど、フレームはですね、黒とブラウンとブラックがあったかな、3種類がから選べるようになってたかと思います。で、普通のこういうサングラスですとね、全体的にこう光量を落とすような感じになるんですけど、偏光サングラスっていうのは、その、なんですかね、見たい、光は見えるように、で、例えばちらつきとかね、水面の反射とか、見たくないものに関しては、見ないで、済むというような、グラスというかレンズをつけてるので、今つけてるようなやつよりかは見やすいと思いますので、はい、じゃあそれではね、ちょっと、このグローブと今これとね、このセットで来たんですけど、こちらのいただいた商品にこうチェンジさせていただいて、それでね、ちょっと、どんな感じか試していきたいと思います。はい、はい、じゃあグローブの方をつけてみます。はい、かなりこうしっかりした感じはありますね。サングラスからね、この偏光サングラスに今変えたんですけど、やっぱり見え方は結構違いますね。なんだろう、こっちの方がちょっとクリアに見えます。それからね、あまりご紹介したことなかった、じっくりご紹介したことなかったんですけど、この自転車がですね、空波の自転車です。はい、空波自身ね、自転車、乗るの結構好きなんで、近場のね、買い物とか、バイクを使うまでもないかなって時はよくこれで移動するんですけど、元ブローカーなんでね、普段はこれに乗って喋るってことないんでね、ちょっと今ね、微妙に緊張してますねじゃあやっていこうかなと思います。はい、走ってきました。いつもの、バイクじゃないんで、漕ぎながら喋りますんでねはぁ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 言うかもしれませんけどね、申し訳ないです。はい、まずね、ちょっと先ほど公園でね、紹介してから、今この、偏光サングラスとね、グローブを、つけて走ってます。ちょっと人が来たんでね、黙りますね。
まあ、グローブに関してはですね、まあ、多少のなんていうのかな、ちょっと硬さっていうのは、リバーロードのグローブに比べるとあるんですけど、まあ、非常にね、フィットして、使いやすいです。そんなに革も硬くないです。うん、でリバーロードのやつよりかはね、やっぱりちょっと、まあ、プロテクターとかもついてて、丈夫だと思うんで、なかなかこれいい商品かなと思います。まあ、今日なんでね、バイクでやらなかったのっていうところなんですけど、まあ、やっぱりそれなりに変なこだわりがあって、やっぱりバイクでね、このよくアメリカとか、中国とかってこういうグローブ、半紙っていうかフィンガーカットグローブをバイク用として売ってるけど、やっぱりねこれはちょっとね、俺バイク用では使えねえよな。まあ、なんでかっていうと、昔ね俺のお友達が、まあ、バイクで事故った時にさ、まあ、なんていうのかな、ちゃんとしたグローブしてなくて、こうアスファルトでね、指斜めにこう擦っちゃったんだよね。でこう斜めに指が、なんていうのかな、擦り切れちゃってさ、で擦り切れちゃったもんで、その指をね、こうお腹をなんか切って、お腹のその中にこうなんか指をこうなんていうのこう突っ込んでさ、ちょっとグロい話なんだけど、それでなんかね培養してるみたいなところをねちょっと見ちゃったんだよね。でそれ以来ねやっぱり、ね、怖くてね、ちょっとフィンガーカットグローブはバイクでは使えねえな。でたまに見かけんだけど、フィンガーカットグローブを使ってないとクラッチの操作とかがダイレクト感がねえとか、それから転んだ時に指をつくやつなんていねえとか、言う人もいるけど、いやそれはやっぱり低速とか立ちボケクラスの話であって、まあ、自転車もの速度、だったらそうかもしんねえけど、やっぱりさちょっと比較的高速の状態で転んだらそんな余裕ねえと思うよ。受け身人間取るから手はつくと思うんだわ。だからやっぱ俺はバイクでは半紙は使わねえな。まあ、ただこういう自転車とかね、登山とか、そう、まあ、空波だったら伊勢山上とかね、鎖で登ったりするとき、そういうときにね使うのはねすごくいいと思うんだよね。まあ、それから今ちょっとこう映せないけど、偏光サングラスに関しては、やっぱり今までね普通のただのサングラスをかけてここまで来たんだけど、やっぱりそれに比べるとね相当見やすいです。サングラスをかけてるっていう感覚があまりないんだよね。見たい光はねちゃんと通してくれて、で見たくないようなねちょっと余分なちらつきとかね、明るすぎるところはしっかりカットしてくれるみたいなね感じで、まあ、これね本当に、見やすいですね。まあ、このぐらいだったら全体的な光量が落ちてる感じがないので、まあ、もしかしたらね林道とかでも使っても大丈夫かもわかんない。あとね、ちょっとびっくりしたのは、こういうなんていうのかな、水辺とかでこう太陽の光が、水に反射してるんですよ。で普段こう川持って光ってるんでこう見にくいんですけど、このサングラスかけるとすごいのこうなんていうのかな、こう水の下がよく見えるんだよね。これちょっとカメラにサングラスかけたら見えるんだろうか、ちょっとかけてみます。はい、どうでしょう、どうでしょう、先ほどとこう違い分かりますかね。これが偏光レンズをかけた状態ですね。まあ、人間の目と違うんでまた違うかも分かんないですけどね。はい、これがなしです。それが、何もない状態ですね。はい、でこれが普通のサングラスの場合です。分かるかな、これ肉眼で見るとよく分かるんですけどね、ちょっとカメラだとまた違うかも分かんないですね。はい、まあ、あんまり参考にならないテストだったら本当申し訳ない。はい、そうしましたらね、今日は、まあ、珍しく、自転車でね、商品紹介レビューをさせて、いただきました。
まあこの半紙グローブね、フィンガーカットグローブ、まあ俺はバイクで使わないっていうだけのことなんで、まあ実際に使ってるね、人たちを、まあ決してディスってるわけではないので、まあ自己責任でね、使っていただいたらいいと思います。まあそれからね、もう一つは、この今かけてるね、変更サングラス、はい、まあこちらもケミモトさんの商品ですけど、まあ、これはね本当に非常に、目が、楽ですね、はい、まあ、実におすすめな商品に、なってるんじゃないかと思います。今日はこの爽やかな風の中をね、まあ、いつもと違って、バイクではなくてね、自転車で、うん、まあのんびりと静かに商品、レビューをさせていただきました。はい、商品をね、送っていただきましたケミモトさん、本当にありがとうございました。はい、なかなかいい商品だと思います。はい、じゃあね、今日はこのあたりで失礼いたしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。